勢いをつける。邪魔するな。はあ、思い知れ。輝きを。辿るべき道は決まった。この戦いも俺の定めだ。すごい、召喚獣たちを相手取ってここまで戦える人がいるなんて。どうだかな、すごいって割に俺はまだあんたを本気にできてない。たく、余裕の笑顔だな。ムカつきますか？楽しくなるね。笑って俺を倒してみろよ。それでは参ります。
定めに逆らう意味はない。お疲れ様でした。本当にな。ここまでやって結局あんたを本気にできなかった。笑っていたらダメですか？厳しい顔なら真剣で、笑顔は不真面目なんでしょうか？それは違うと思うんです。私はもう召喚師じゃないけど、あなたと夢を見たおかげで思い出すことができて、召喚師とは世界に希望をもたらすもの。いろんな人が召喚師に注目するから、落ち込んでるところとか元気ないところとか見せたくなかった。笑いながら旅したかった。だから私は本気の覚悟で笑顔でいるって決めました。どんなことがあっても、召喚師じゃなくなっても。そうか。あんたは真剣だからこそ、笑っていられるんだな。そんな形の覚悟もあるんだな。でも、疲れないか？うまくいかないとき、追い詰められたとき、不機嫌な面で愚痴るよりも、耐えて笑顔でいる方が、多分、ずっときつい。ま、俺は大体不愛想だから、笑顔を作る苦労なんてわからないけどな。大丈夫。私は一人じゃない。大事な人が。いつだって、私を笑顔にしてくれる人が、ここにいるから。そう。ずーっと一緒。君がいなくても、二人手を取り歩いたひとときは夢じゃない。君がいない夢は終わる。だから私は、君と生きる未来へ。